で16個ありますので、一応全員の分がありまして。あ、一人一人、そういうことか。一人一人スペースをもらってるのか。やっぱり、専用の場所がないと、やる気が出ないので。で、まあ、普通の実験は大体もうここで大体やります。ちょっと特殊な実験は別の部屋にやって、